アリシ火の幻、ちょっとやってみようか。パッと始まるのかな。どういう内容か全く分かってないけど。デッキ中央で意識の幻を覚醒しましょう。戦えばいい。だけか。これで OK。 あ、次の層とかあるね。なんだろう、螺旋的なやつ。何層まだあるの？ここ終わったら終わろうか。このなんか行けるとこまで行って。当てられるときあるの？
なんだろう、夢未来は電話で落ちてます。了解です。あれ、これ時間制限あるのか。5分。原神の交換コードスクショしてディスコに上げてます。ありがとう。iPad の充電がやばい気がする。何層まであるのこれ。遊戯の武器が決まってんだね。
結構食らっちゃうな。やりきれんこれ。あ、うわ、いけたか。アップのあと10秒だった。あぶねー。何層まであるんだろう。もう割と限界まで来とるわ。いや、やったか。うわ、危ねえ。あと1秒くらいだった。まだあるのか。ほんともうこれで限界くらいだ。
ですね。これは終わったな。いやーやれた。思いのほか長引いたな。スパッと終わるかなと思ったら、じゃあこの辺で終わりましょうか。なんかちょっと取れ高をちょっと考えるようになってきたな。取れ高あったかなみたいな。何こいつら入ってった。じゃあこの辺で終わろうかなと思います。今日もちょっと遅くまでやってしまった。いや本当できるだけ幻灯はね進めて、前に前に進めていって全ての要素を早めに出したいから。あれ、なんかクリア報酬はなんとかって出てたよね。女性装備の品質を達成できます。あ、もう達成できる状態にあるっていうことか。楽しみにしてます。できるだけもう先に進んでいって最新の状態にまで早めに持っていきたいね。そしたらね、多分一気にやることなくなるからね、原神みたいに。で、あとはアプデを待つだけみたいな状態になると思うんで、そこまで持っていきたいね。で、どんな敵が出てきてもとりあえず余裕で倒せるみたいなね、状態に持っていきたいかな。強く、そして先に進むのが大事だな。梅桃さんお疲れ様。では終わりますね。一応あれだけ確認しとくわ。あの原神のね公式の生放送だけ、うん、まあ、また何かあればなんかディスコの方にでも書くかもしれない。梅桃さんお休み、プチ梅桃さんもお休み、あゆめ未来さんもお休み。では終わりますね。ありがとう。